はい、次からやっていきます。はい、続けて撮ってます。じゃあ早速いきましょうか。あ、そっか、この辺の人喋ってないよね。外、なんかこの間喋ろうと思ったら人いなかったんだよね。一応この辺も回ってだけ回っていこうか。まあ喋らずに。あれ待って、これって今のってさ、友達一緒に連絡が出てきたんだけど、一人だけ連絡が取れないやつがいるんだ。不愛想なやつだったけど、都会で生活してるとふと思い出したよ。これクラウドのこと言ってるのかな。もうティファと出てきたってことかな。おじちゃんいつになったら帰ってくるんだろう。誰、どうしたんだ、人探しか。違うの、おじちゃんが帰ってくるのを待ってるの。最近ミッドガールの周りにいっぱいモンスターが出てるらしいの。おじちゃんモンスターを退治してくるってみんなとミッドガール出て行ったんだけど。え、誰、帰ってこないのか。帰ってくるもん、私はここでずっと待ってたらきっと。おじちゃんすっごく優しいの。私の夢はおじちゃんのお嫁さんになるって言ったら笑いながらうんって言ってくれたの。信じていれば帰ってくるさ絶対。うん、え、誰、おじちゃん、おじちゃんって誰だ。頭に浮かんだおじさんは多分絶対違うと思うんだよ。あの人、あ、全然名前出てこない。なんか変態の人、誰これ、仕事しなよ。あなたラッキーね。私はコアで有名なセフィロスのプレミアムファンクラブのメンバーよ。ほんほんほん、セフィロスのプレミアムファンクラブ。幻とまで言われるこのファンクラブには選ばれた者しか参加することができない。勧誘活動は半年に一度、入会することができるなんて奇跡よ。ああ、それじゃあ早速入会試験を始めればね。ちょっと待ってよ、俺入会するなんて一言も。ポイチ、セフィロス様が愛用されている方の名前は。聞いてないのね。早く答えなさい、時間切れになるわよ。マサムネじゃない。正解、よかった。セヒロス様の必殺技といえば、必殺技、スーパーノヴァ、メガフレア、スーパーノヴァじゃない。正解、よかった。セヒロス様の気球で、両方とかありそうだよね。いや、左、よかったこれ何とも選ばれてプレミアファンクラブの一員よ。あ、早速メールね、入っちゃったよ。なんかすげえな、銀色の風の香りファンクラブ会員の皆様こんにちは。今回もセフィロス様のレア情報をお伝えします。セフィロス様のセラセラロングヘアの秘密です。セフィロス様が愛用している待って、あのさ、そんなのまで知ってんの。シネラカンパニーが発売する最高級品で会社支給だそうです。セフィロス様はシャンプーとリンスを毎回1本使い切ってしまうそうです匂いはバラ、バニラなど全13種類。セフィロス様の髪を撫でる、髪撫でる風の香りは日替わりということですね。ごめんなさい、ちょっと気持ち悪いです。そうなんだ、20年もあるんだね。引いたわ、ごめん、このファンクラブちょっと引いた、ありえないよね。舞台兵士なんだって。あら、そう、じゃあガールがソルジャー3人でソルジャーごっこやるようになったんだけど、ザックス役やれってすごくうるさいんだ。ザックスってソルジャー知ってる？そんなソルジャー聞いたことないよね。さよなら聞いたことないよねって言われるから、まだ言ってんのかな。まだ言ってる。じゃあエアリスのとこ行きます。いやー、そっか、ザックスってまだ知名度低いのね。もうメール、ルクシーレ、いつメールはどこ交換したの。
ザックスさん、こんにちは。先ほどソルジャーフロアでセフィロスさんのことを伝えたセカンドのクシーレです。僕はザックスさんを尊敬しています。いつでも笑っているところに精神的強さを感じるんです。だから僕はザックスさんのお役に少しでも立ちたいと思っています。ザックスさんは任務で飛び回ることが多いので、僕がミートガールの出来事なんかを時々お知らせしますね。いりません。あのね、カンセルがいるから、なんかさ、カンセルとルクシーレでも見た目が同じじゃん。あれカンセルコピーじゃん。だからさ、もうちょっと見た目変えてほしかったよね。やっぱりカンセルとかルクシーレとか名前のある子たちはなんかね、特徴的な部分がないと。だって2人並んでたらどっちがどっちって言われたら絶対分かんないもんね。あー、来たよザックス。モデオヒームで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふーん。彼女からは何も？何にも。ならば私からは何も。ふーん、まあいいんですけどね。いいんですけどね。父さんもね、話してあげればいいのに。いきなりモンスターのお出迎えとはね。ゾン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。みんな寒くないのかな、こんなところでそんな格好ね。え、まあ、ザックスはさ、ソルジャーだからいいだろうけど、そのね、兵士の方々とか絶対寒いと思う。しんどいだろうな。誰がぶつかってきたんだろう、モンスターって。普通のモンスターかな、当然だと思うんだけど。普通のモンスターだ。あー、地図ないんだ。電波入んないって言ってたもんね。なるほど、いいね、ここの BGM 好き。なんだろう、なんていうの、この危機感ある感じ。好き。終わっちゃった、好きって言ってた。遅れるなよ。お前なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺？ゴンガが。あ、笑った。今笑ったな。知ってるのかゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵他には何もない。
喜べぞ。俺とクラウド、俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。いいね、やった、やっとクラウドが追加された。いや、 やっぱこの頃のクラウドかわいい。うん、いいね。なんかこの頃、この頃みんないいよね。なんかセフィロスもだし、なになになに、時間いいな。うわ、早く、危ないよこんなとこに。落ちちゃうで、動画間違えた。痛い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 。はい、痛い痛い痛い。結構強いぞこの通り。できればねクラウド揃ってほしいけど、でも贅沢な話よね。おっ、オーディン、ちょっと待って、オーディンは見たかったよ。できれば。もう鳥撃ってほしいな。あ、虫、気持ち悪い。虫から落ちたポーションなんて使いたくない。どこから出てんの、体内。絶対やだ、あの虫。なんかあるね。でもクラウドがいてくれるのいいね。この頃のクラウドはまあ本当クラウドだもんね。セブン本編よりもクラウドだもん。ちょっと待つか。父さん遅い。父さんにはハードだよね、ここ。ザックさん、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？質問の意味がわかんねえぞ。まあ、お前もなってみりゃわかるよ。なれるものならね。大丈夫。俺簡単になれたし。クラウド、あれどうなんだろうね。簡単になれればみんなねいいのに、なれないんだろうからな。なんか父さん撃って、こっから。何、魔鋼の試験堀に使われた施設だ。俺が調べてくる。我々の本来の任務も両兵務での調査だ。ここで戦力を減らすわけにはいかない。かといってジネシス軍の動向を見逃すこともできない。つまりできるだけ戦闘を避けて侵入しろってことだろ。そういうことだ。入り口はあの倉庫の奥手にある。施設内に入ってしまえば好きな暴れて構わない。任せろ。ソルジャーはただの戦闘ばっかじゃないとこを見せてやる。クラウドも見てろよ。うん。うんっていいね。この吹雪だ。体温低下にも注意しろ。動かずにじっとしていたらどんどん体温が下がっていくぞ。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。セブン本編のあれを思い出すね。これどっちから降りるの、こっちか。
でもね、苦手なんだよ、あれ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 、そういう隠れる系のやつ、メタルギア的なやつすごい苦手で、なんかそれが理由でメタルギアもできないんだよね。なんか昔は買ってやった時期あるけど、基本も見つかっちゃうからな。見つかるっていうか、もはや直接突っ込んでいっちゃうからな。どう行けばいいの？太陽の低下で何したの？スクワットできないよ。待って待って、あ、何、待って待って、押しちゃってよ。敵が徘徊する施設に潜入します。はい。マッツを押してる間しゃがむ。スクワット。26度になると動けなくなってしまいます。なるほど。はい、わかりました。難しいなぁ。とりあえず体温はなんか熱ぐらいまで上げとく。これ以上上がんないもん、そして上がんないね、これ以上はね。こんなんどうやって行くの？いっぱいおるよ。待って、ちょっと待って、どっち行けばいいの？アイテムあった違う、アイテム見て。あー、ちょっと隠れて。あー、見つかった、びっくりだ急に音立てんでよ、びっくりするわ。ダメかー、まあ、そうだよね。どう見たって丸見えで、なんかしゃがんでたもん。敵からしたらなんだあいつだったよね。くそ、もうなんか全部倒したい。めっちゃびっくりしたもん今。え、何？うわ、バカって、そういうことね。アイテム取られちゃうのね、なんか失敗すると。くそ、かつくアイテムはよこせなんで敵増えてんの？さっき倒したじゃん。え、どう行ったらいいの？向こう側行くんでしょ、多分裏だから。裏ってさ、行ける？行けなくない？気づけ敵気づけよ。え、向こうやったらあいつ行くじゃん。向こうにも一人いるっしょ。でもあいつこっち来るんだ。あ、みんな向こう行った？あ、でも一人こっち来てるよ。どうしろっていうの。あいつがこっち入っていっちゃえばいいんだよな。あ、行った。行ける。うわ、びっくりした。なんでだよ相手の方が走るの早い。この攻略の仕方を誰か教えてほしい。うわ、かっこいい蹴りなんだ。え、あの人たちは何なんだろう。ジェニシスコピーなのかな。あ、揃った。いいね。あ、ごめん、クラウド。でも、ジェネシスコピーなのかな？だとしたら、なんかすごいおしゃれな戦い方をするよね。ちょっと待って、ほんとダメだ。なんかやり直したいぐらいだもんね。でも、多分やり直しても同じ結果になる気がする。もうなんかもう、何も気にせず突っ込もう。もういっそ。ほら。いけたんだけど、ダメだったでも意外とあそこまでいけたよ、突っ込んだら。
なんかこれさ、救済措置ないの？なんか何回以上無理だったらってあったような気がするんだけど、救済措置発動してほしい。その全部取られちゃう。え、まだやれというの？もうこれカットだな、ある程度。ひどすぎるもんね、あまりにも。ちょっとカットだな。下手くそとかいう次元じゃないんだよな。あいつなんだよな、問題は。向こうも来るし、早くしてどっか行っても、こっち来てるしね。しゃがんだらなんとかなる。しゃがんでよ。うわ、びっくりした。え、どうしたらいいんだろう。わからない、わからなさすぎる。痛いから、もういいんじゃない？もういいと思うよ。まだダメ。まだやらせる。帰っていきました。さようなら。あ、もういけるのね、普通にね。あ、くそー。なんか惜しいところにまで行けてないのがもう余計悔しいよね。ここじゃないの？ここだと思ったわ、しかもゴール。違ったわ。こっちか。うわー、悔しい。何のアイテムがあったんだろうね。後で調べよう。いいアイテムだったらちょっとへこむかもしれないけど。あー、なんかこういうとこ来たね。ここは、まあ、当然ながら地図はない感じか。あるから一応セーブしましょう。なんかやだね、ここ。何が嫌って、なんか、え、何？あ、普通に雑魚として出てくるんだね、デネスコピーさん。いた、何、待って、誰、今ファイヤーだ、前か。ジネシスコピーの雑魚扱いなんだね。はいはい。例えばあれ以降アンシールコピーって見てないけど、もういないのかな。どうだっけ。あんま好きじゃないからいいんだけど。あれ、あれ行き先なくない？乗れるんだ。なんか来るかな、ボス的なもの。何をする。お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める。ジェノバ細胞。待て、クラウド、よくやった。だがジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし世界も道連れだ。クラウド、おえ。クラウド結構非力だよね。ホランダーにやられちゃダメだよ。てかホランダーをかばうのも嫌だな。なんか
ね、なんかかばいたくはないな、あんまり。劣化してんの嫌だな。態度のバトル初めてじゃない？いなり必殺技とか泣き叫べ神羅の犬め。っていう神羅の犬めってあなたも神羅の犬で犬だったでしょ。何よそんな、こっちだけ神羅の犬みたいな。待って、何食らってんのこれ。待って待って、万能薬です。そう、状態条件はやめて。痛い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 。ちょっと待って、強っ。ナイスクラウド揃って、よし。リクさん盗めた。これがソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。もういいね、強い。ちょっと待って、魔法の方がいいかな。900か。あー、何それ、おしゃれ。ちょっと待って、食ってる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 。ファイナリス、ダメでした。ほら、それやだな。泣き叫べ神羅の犬め。万能薬尽きちゃうよ。買っといてよかった。なんだよこれ、ミッションやってるときめっちゃ使っちゃって。何してんのこれ、防御上げたりしてんの。ほら、あ、ガードだって。全然止まない。え、待って、物理も効かないんだけど。またそれ。泣き叫べ神羅の犬め。ムカつくねこれさ。あ、でもガードよし。なんかまあ、あ、敵なんです。おさん来て。お、オーディン、オーディン。ダメでした。 NX 率すごい高いよね。いくぞ、ほらほらほら。 OK、 コンフリクトリゾルブ。まあでも明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。
約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。ね、ジェネシス追加されたよ。いや、もうここでジェネシスがね、ログアウトしてくれてればいいんだけど。さすがにね、そんな、ね、だって、今のがジェネシスの本家としては弱すぎるもんね。嫌がらせ攻撃しかしてこないもんね、だって。いる？ゾーンさんたち。ゾーン、クラウドもどこ行ったんだ？この先はモデオヘイメン続いてるのか？切っちゃうなんて冷たいよね。こう行こう。なんだろう、ここ街としては綺麗だよね。とりあえずセーブします。もうちょっとやろうかな。ここは地図あるね。カンセルかな。あ、カンセルだ。雪の降る村。今度はモデオヘイミだって。永久凍土のアイスキルロッジの近くのエリアだろう。かなり寒いんじゃないか。昔は魔鉱採掘の候補地で、シンラが施設作ったり、施設関係者から研究者やらが住み着いてて、じゃ建設だった、ごめんなさい、建設関係者やら研究者やらが住み着いてて結構栄えたらしい。でも魔鉱炉建設の中止が決まって今じゃ廃村になってるっていう話だ。で、最近その辺りで不審な動きもあるらしい。人が寄りつかない過酷な環境だから、反シーナーの連中にとったら都合がいい場所なのかもな。なるほど。元カンセルからの情報ってありがたい。でもそれを考えるとさ、なんかこのさ、なんていうの、電信棒っていうの、このなんか日本っぽくない？ぽいよね、なんかね。まあ本当だ、廃村だ。嫌だな、なんかあんま行きたくはないよね、ハイソンって。なんかあ、めっちゃお金、ありがとう。特に、まあ、アイテムが落ちてるぐらい。準備アップこれといって、なんか敵がワンサか出るとかもない感じか。うわ、誰、次は誰？ラザード。ソルジャーの皆さん、日々の任務ご苦労様です。シンラは急激に発展を推し進めたために、様々な歪みを各所に生み出しました。この歪みは社長や副社長が向き合わなければならないシンラの闇です。そして我々もこの闇に巻き込まれた被害者です。しかし、シンラカンパニーの社員でもある我々は責任ある行動をしなければなりません。そして皆さんならば、たとえ私の指揮なしでも適切な行動ができると信じています。よろしく頼みます。な、もうこれもなんか嫌なメールだよね、今の。だってよろしくとかさ、指揮なしでとかさ、なんかもうそういうこと暗示してるよね。だから統括いい人なんだけどな。建物内に入ってからさ、こんな廃墟だとさ、なんだろう、溢れ出るバイオハザード感溢れ出るよね、なんか。いやー、気持ち悪い。かかってこい。はい、出してやった。
なんかこんなさ、建物内にそのサイズの虫がさ、うん、いっぱいいるってことでしょ。やだ。ここ何？ホテル？ホテルっていうか、なんさっき言ってたやつか、カンセルが、あのシンラの。何？やだ、水は張ったままなんだね。腐ってるでしょ絶対。これは何？アクティベイティングコンバットモード。よいしょか。ボス？ボス？なんかボス多くない？ナイス。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。ザックスのパラメーターさ、力に全然振ってなくて、それが原因かな。なんかあんまダメージ出せないよね。力上げた方がいいかな。うわー、アンジールのモンスター。なんでアンジールのモンスターってこんなにデッキが悪いの。アンジールも来てるのか。オランダだよね作ったの。なんか問い詰めてやろうよ。ちょっとなんかデッキ悪すぎだよさあ。熱っ。でもアイテムあるあそこに。作って入れないな。温度調整をするのね。なるほど。何これ、これもアンジール。ちょっと完全にね、やめ時を間違えた気がします。完全にやめ時を間違えたね。そろそろでもセーブ場所あってもいい頃よね。あー、おい、クラウドしっかり。ああ大丈夫。ゾーン、ゾーン、みんな大丈夫。なんかこの先だ。ホランダを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。まあ確かにアンジール相手だと、確かになかなかゾーンさんとクラウドでは厳しいかもしれないよね。なるほどね。セーブ場所ください。セーブ場所はないよね。ここちょっとなんか謎解きとまでは言わないけど、いろいろ、中に何かあるみたいだけど、蒸気が熱く取れない。だから蒸気を止めなきゃいけないんだよね。広い。ここ地味に広いよ。フォースブレス。でもね、なんか薄暗くて分かりにくいよね。なんだよね、薄暗いと。え？もうなくない？待って、下何もないんだけど。あ、これ渡れるの？渡れないよね。待って待って、どこ行けばいいの？下から行ける、こっちか。
敵は出ない。あ、出たわ。え、行けるとこなくない？でもこう扉、え、それに上に上がれとこどうやったかな。待って、ちょっとほんと絵わからない。あ、これだ。結構普通にあったんだけど。あ、セーブもあるね、ちょうど。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。このパート、なんだろう、ミッションっていうかお話っていうかは結構長めだね。はい、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。